はい、箱根セラピーロードです。なんかウグイスの鳴き声がさっきまですごく良かったんですが、動画をほうほうげぎょって東京にいるとなかなか聞けねえんだな。でなんかね、ちょっとね、Wi-Fi 繋がるかなと思って、いろいろ格闘しててライブ配信しようかなと思ってやってたら、なんか全部ね、なんかねログインが必要で、でもうね、これが現在地でしょ、箱根園でしょ、箱根神社でしょ、ここら辺が九頭龍神社なので、もうちょっと近づいて、あそこが九頭龍だねって思ったら終わりにしようかな。でもほんと箱根セラピーロードってさ、歩くだけでセラピーだよね。何をもってしてセラピーかっていうのにもよるけどさ、箱根セラピーロードってさ、もうさ、こんな森林浴、森林浴をするとチタンフィットだっけ、森林浴成分があって、森林浴成分だけでなく、このウグイスや鳥たちのさえずりがあるわけでしょう。うん、あーでもクチーヌは九頭龍神社まで行かないで帰るような予感がしてきました。いやもうさ、結構ゆっくり歩いたので、もう30分以上歩いてるんですよ。で6時に出発してきて、今6時半で、あ、野鳥さんですね。ガサガサ言うからびっくりした。ヘビさんが、ヘビさん、でも旅行中のヘビさんは吉兆って言うけどね、吉兆。はあ、もうなんかさ、こう、いや、この木倒れてこないのかな、根っこかな、根っこ大丈夫かい。そんな感じで、はあ、いい感じ。なんかね、前回の、なんだろう、頭の回転が早い人も三次元世界生きるの大変なんだよって動画あげたら、チャンネル登録数がごそっと減って、みたいな、大変な人の気持ちがわからないのかなみたいな。まあいいんだけどさ、みんなさ、結局固定した立場でしか物見れないじゃん、自分の立場からしか。だから立場が変われば考え方って変わるじゃん。例えばさ、経営者と社員とアルバイトって同じところで働いても全く考え方違うでしょ。アルバイトっていうのは時間給だから、もう仕事をこなしていればただそれだけでいいから、この会社が伸びるようにとか一切考えなくていいわけだよ。で会社員も考えることって言ったら、会社の売り上げとか会社を伸ばすことよりも、自分の待遇とか、労働時間とか、そういうことばっかり、あと仕事内容とか、そういうことばっかり気になって、で、会社の売り上げとか、そういうことを気にするのは経営者だけなんだよね。だから人っていうのは、立場が違うと考え方が違うんだ。で、その中で多角的にいろいろな人の立場、こういう立場の人はこうなんだなとか、こういう立場の人はこうなんだなっていうふうに考えられると、結構世の中生きるの楽しくなってくるよ。例えば誰かが何か言ったとしても、この人はこういう環境でこういう立場からこういうことを言ったんだなっていうふうに理解できるようになるから、
結構、うん、人と人が理解し合えないってことが少なくなってくるんでね。例えば上司と折り合いが悪い人だって上司の立場とあなたの立場が違うから言いたいことが違うのは当然だよね。で、夫婦でもさ、旦那の立場と奥さんの立場が違うしさ、子供と親でもさ、子供と立場と親の立場は違うんですよ。そう考えるとさ、学校の先生の立場と生徒の立場も違うしさ、もうほんと、いい感じですよ。立場が違えば、人っていうのは考え方が違うんですよ。でも、その中で、相手の立場になって考えるってことができる人っていうのは、この三次元社会の中で成功するんですね。なぜかっていうと、他の立場の人の考え方がわかるから、自分の立場ではなくて、他の人の立場がわかる。ね。売る側と買う側にしてもそうじゃん。売る側と買う側は立場が違うんだよね。その中で売る側が買う側の気持ちが分かって物を売ってる人っていうのはちゃんと物が売れたりするよね。うん。セッションとかカウンセリングとかも一緒だよね。くちいのはさ、ロジャース式カウンセリングっていうのをやっててさ、やってて5年くらい勉強してさ、それはもう本当基本的に自分のカウンセリングとコンサルティングっていうのは違って、コンサルティングっていうのは相手の現在の悩みとかを聞いてその答えを導き出すのがコンサルティングで、カウンセリングっていうのはただただ相手の言ってることを受け入れて聞いて共感するで、答えはクライアントさんに出してもらうっていうのがカウンセリングね。で、そのカウンセラーの訓練5年くらいしてるから、いろんな人がの話を聞くときに相手の立場になって聞くっていうことができるわけよ。カウンセラー、ロジャース式カウンセリングって本当にそこが重要で、人が言って全然自分の考え方と違ったりするじゃん。性別が違ったりさ、立場が違ったりさ。で、その中で相手のことを言ってることに共感できるかできないかっていうのは、相手の立場になって相手はこういう状況なんだっていうところに自分を落とし込むというかさ、落とし込む？なんだろう。現在の自分の立場から話を聞くというよりは、相手に寄り添う。寄り添う。相手の立ち位置に寄り添う。そして相手の話を聞くことによって、相手の話がわかるし、染み込んでくるし、共感できるから、話してる方は共感してもらった、話が受け入れてもらった、ということで、納得するわけですよ。ねえ。そんな感じですよ。長々と話したので、これは Vlog にしないで、これだけを一本に、まとめようと思います。これだけであげようと思います。考え方とかさ、立場ってさ、違うんだよ。ね。相手の立場とかを、に共感できる人っていうのは、あ、こっちだと逆光なんだね。共感できる人っていうのは、もうここから引き離します。多分あそこら辺がくずりゆ神社です。くずりゆ神社なので、エネルギーを、もうちょっと行ってみる？でももうちょっと行っても、なんかもう話したいことが終わったのと、私は九頭竜神社よりもこの箱根セラピーロードの木が好きなのね。で、九頭竜神社、
ここからでも神社のご神器を感じようと思えば感じられるので、じゃあ最後にみそぎ払い祈りとを唱えて、この動画は終わりにしようと思います。こっちだと逆光なんだね。かけまくもあやいにかしこきかむいざなぎのおおかみ、つくしのひむかの立ち花のおどのあはぎはらにみそぎはらいしたまうときになりませるはらえどのおおかみたち、もろもろの罪とかけがれをはらいたまえ清めたまえと申すことのよしよ、あばつがみかまつがみやおいろずのかみたちともにきっこすめせと申す、とうかみえみためはらいたまえ清めたまえ、とうかみえみためはらいたまえ清めたもー。赤花ま息に見ゆくふぬむえけ、へねめをこのもとろそよ、おてれせえつるすゆんちりしたらさやはひふみよい、まわりてめくるむなやこと、あうのすれしれかたちさき、はいついねおんかたかむな、かむみかしこみあがめあう、やわせのうつりいつきのり、あまうつしみちいやみそぎひふみよいむなやこともちろらねしきるゆいつわぬそうたわくめかうおえにさりへてのますわせへほれけん、いろはにほてとちりぬるをわかそたれぞつねならん、ういのおくやまけふこえてあさきゆめみしえひもせす、バレで聞いていてきやっぱとすぐいて。です聞いてみたばていいよ、どうぞどうぞ。んでけでればで聞いていてきていてよ、どうぞすばていて。てびてき、あんばらていてきていてて、あそばといてゆうぞくいてきて、あそばていきてび、あてばたべてりき。まあ前半は、まあ福知事の愚痴から入って、まあ、人生経験上ね、いろんな人の立場からいろんな人の考え方を理解することができると共感できるし、相手の立場からものを考えられるようになる人は、三次元社会でも、商売とかやって成功するよっていう話で、で、後半ね、ブラケイティティティブラバゼ、この箱根セラピーロードの画像をこうやってずっと流してるじゃない？で、皆さんもバーチャル森林浴みたいな形で、この箱根セラピーロードのエネルギーを感じていただければ、結構、邪気とかは抜けると思います。うん。ね、今緊急事態宣言で、旅行に行くの禁止されてますけれども、あえてけてパトパラって出てけてパラパラって出て、やっぱりね、そういう中で緊張して我慢してる人って免疫力が下がってくるので、バラキーティティスパラパティ、こういう山に行ってバラキー、温泉に入ってバラキーティティティ、温泉に入るともうアースイングって言って地球のエネルギーとつながることができるし、ベリケイティティベスパタブレディディア、邪気も抜けるし、アルバレケイティティティバサバレディ、体の、自己免疫力とか、エネルギーが高まるんですね。本物の温泉に入ると。バレキ、そして、この森林浴とかをする、しても、ブレケイティティブディブディオバダディ、アデディ、アバ、アバ、アバ、
うん、森林浴、あのね、温泉の邪気抜きは、温泉の邪気抜きは、レギュビリ、肉体の邪気抜きなんだって。肉体の邪気抜き。だから体が疲れてるとかっていうのは温泉がいいんだって。レギュで、この森林浴の邪気抜きっていうのは、レギュビ思考とか、考えね。考えとか、人間関係のもつれの感情とか、そういうのは、あ、思考だな。思考が森がいいんだね。で、感情のもつれは、俺聞いていて、海がいいって今言ってますね。でも今、海がないので、海の代わりに湖でもいいんじゃないかな。だから水がいいってこと。感情の疲れ、感情の邪気を抜くのには、水がいい。水ですね。水。海とか、湖とか。で、肉体の邪気は、その水に火が入った、ブラケティテ、ブレディ、バタバティ、アデデ、あと土の要素も入ってるよね、温泉だから。ブラケティテキの、温泉が良くて、で、思考の疲れとか、思考の詰まりとかを改善するのは、エデ、エデビディ、アダウドビディ、エデビ、この森林浴が、とてもいいでっちゅ。という感じでっちゅ、ウビ、ウビリ、エバダタペティ。ではまた、ではでは、ポチッ。あ、鳥さんか。さっきもあなたいたね。